そうですね、だから一つは、なんていうんですか、やっぱり狭山事件ってこう、まあ、僕もほとんど知らなかったんですけど、難しく思っちゃうじゃないですか、うん、なんかね、冤罪事件で、でも狭山事件の場合は、いわゆるこうバックグラウンドにこう被差別部落っていうのが背景にあって、まあ、そこが見込み捜査されたみたいなことがあって、で、まあ、こうでもまあ戦後の中でもとっても大きな事件、とても大きな事件だったんですけども、でもこう実際こうインタビューする機会があって、こう本人にお会いしてみると、また僕らどっちかこうすごくこうお化けを作るっていうか、殺人犯って呼ばれてる人ってどういう人かなっていうね、そういうのがあったんですけども、まあ、実際お会いしてみると、なんだろうなって、このまっすぐな感じはっていうのと、まあ、で映画の中に出てくるいわゆるお連れ合い の幸子さんということで一緒にいたんですけども、まあ、なんか2人が話してるとこうなんか夫婦漫才みたいな感じで、ああなんかとても素敵な人だなって思ったのがきっかけなんですよ、はい、でその中でそのインタビューの中で一番こうグッと思ったのは、我が人生に悔いなしっていうようなことを言ったんですよね、その石川和夫さんが、はい、それはおかしいだろうと、32年間も獄中につながれてて、で、まあ、今仮出獄という形なんですよね、はい、仮出獄で今も無実が晴れないっていう、それなのに自分の人生がに悔いがないってこうどういうことかなっていうふうに、僕らやっぱそんな不幸な人生ないだろうって思ってしまうんですけど、まあ、それがこうすごく引っかかってて、そういうこう素敵だなと思う反面、その言葉が引っかかってるっていうのがあって、なんだか知らないけどこれちょっとやってみるみたいな形で、逆にそこを自分としても確かめたかったとか、そうですね、で、まあ、あんまりこうどういう映画にしたいみたいなこう、何かが固まってスタートしたわけじゃないんですけど、とりあえずその、話をっていうか2人に撮影っていう形で行ってみようかみたいな話になったんですよね。最初はなんか半信半疑っていうか、うん、まあ、もちろんその前の段階でちょっと仕事でインタビューを申し入れてそれを受けてもらってるんで、一定の、まあ変な人じゃないなっていうのは思ってはもらってたんですけどただ映画にするって言ったらね、向こうもあまり経験がないですし、一体どんな映画になるかっていうことも提示してるわけじゃないんで、まあ、ただ言ったのはこう、なんていうんですか、いわゆる運動体とか運動のプロパガンダのような映画ではなくって、まあ生身の人間石川和夫を撮ってみたいというような口説き文句でお願いしたんですよ、オファーをして、でまあ最初はこうやっぱり半信半疑ですかね、向こう当事者もそうですし、それを支えてる支援の組織もそんな感じでしたね。だから最初のうちはほとんど集会とかデモだとか、いわゆるそういう公の場にしか撮影という形でも参加できなかったっていう感じですね。でだんだん信頼を得て、そうですね、プライベートなところに、で少しずつ、そうですね、半年1年ぐらいかかりましたかね。やっぱりお宅に、まあ、ほぼ映画の中で茶の間が中心になってるんですけど、なんてことない茶の間なんですけど、茶の間が中心になってるんですけど、そこへ上がり込んでこう話を聞くようになったっていうのはやっぱり1年ぐらい後でしたかね。っていうだからあんまりこう一つはね、多分見てもらえれば分かると思うんですけど、なんか夫婦が会話してるような中でいろんなこう葛藤だとか、思いだとかしんどさだとか問題も含めて、なんか茶の間で本当に2人で話してるような雰囲気になってると思うんですけど、そこはすごくやっぱり意識しましたね。どうしてもやっぱりいわゆるニュースのインタビューみたいに、石川和夫さんと2人でこう対面になって話すと、やっぱりこう力が入ってきて硬い感じの話になっちゃうんですよね。だから同じ話は何回もしてるんですけども、
やっぱりできるだけ、僕に話すというよりも本当に茶の間挟んでこう、なんとなくそういう会話が進むっていうような、そういう取り方は意識しました。意識したっていうか、意識しないように意識したというか、ね、割とその辺はね、映画の中に出てるかなと思うんですけど、性格は結構真逆で、石川さんはほとんど食べないし、幸子さんはよく食べるし、ね、なんか注意深く見るとね、なんかテーブルの上に乗ってるあのイチゴの数も違ったりとかね、ネタバレになるけど、だとか、あとはでも石川さんほんとまっすぐに、とにかく、まあ、それはあの我々がやっぱり思う以上に後ろを振り向けないっていうか、あの後ろを振り向くとやっぱ後悔ばっかりが、出てくるんで、とにかく前向きなんですよね。で、今終わったことには次にもすぐ前に行くっていうような石川さんは性格で、幸子さんはもう不安に思いながらも、なんかやっぱりいろんなフォローっていうか、例えば全国にたくさん支援者がいるんですけど、支援者側から見たら一人じゃないですか、石川和夫さんはね、幸子さんも一人だけども、その幸子さんと和夫さんからしてみればもうそれいっぱいいるわけですよね。でもそれにやっぱり一人一人に丁寧にあのちゃんと例えばお手紙を返したりとか、連絡をしたりとかっていうことを丁寧に本当にしてるなっていう、まあ、それがあの一つあの51年経った今もその事件がなかなか風化せずにね、支援も続いてるっていうことの、まあ、一つかなっていうふうに思ったりしますね。もう一つエピソードで言うと、まあ、映画の中でそこまでは描けなかったんですけど、石川家の中には、女性差別問題っていうのがやっぱあって石川和夫さんがもちろんそのブラック差別だとかその冤罪のことでこう戦ってるわけですけど、2人の間ではもうその時々そのおいとかですね、こうやる、幸子さんは私は家では女性差別で戦ってるんだっていうふうに言ってて、あの、まあ、石川さんもすぐ反省するんですけどね、あの和夫さんも言われると、あ、そうだなって言って、やっぱりあのコンプラック差別ってやっぱりみんな一緒だから、やっぱちゃんとそこはやんないかってシュンとするんですけども、そういうこうやり取りなんかも本当は非常に面白くって、あの映画の中に埋め込みたかったんですけど、やっぱりまああんまり増えるとね見ろが大変になっちゃうんで、どうしても狭山事件、ブラック差別っていうとこうすごいね、ハードルが高いっていうか、ちょっと何かこう説教臭く言われるんじゃないかなっていう、そういう分かるけどなかなかこう見に行くハードルってすごい高いような、それはすごく自覚してるんですよね。でもあの描いてることっていうのはもちろんその理不尽な冤罪だとか裏差別っていうのもバックグラウンドにあるんですけど、まあ、ただ僕が中心見てほしいところはやっぱり人間こうなかなかいろんな理不尽なことをそれぞれ抱えて、まあ、今回の冤罪の場合なんかとても特殊なケースではあるんだけども、何が素敵かっていうと、それをやっぱりしっかり引き受けた上であの前向いて2人が本当に助け合って生きてるっていう、まあ、それ僕が見た時に取材しながら感じた時に、あれおかしいなって、この人ら普通で考えると不幸な人生だって思うんだけども、むしろなんか幸せそうに見える瞬間があるっていう風に思ったんですよね。その時に僕が思ったのは、あれっておかしいな、なんだろう、人生って何なんだろうなとか、夫婦って何だろうなとか、なんかそういうこうある種普遍的な問いが自分の中にもすごくあったんで、なんかそういうところを見てもらえると、あのだから映画としてはとてもホッとするっていうかね、あの映画になってると思うんで、あのそういうところを見てほしいなっていうふうに思いますね。だから絶対にあの、見てくれたら損はしないと思います、ね、そうですよね。